マリオ・アリエル・ボラッティは、アルゼンチン・コルドバ州、ラ・パラ出身の同国代表サッカー選手。CA ボカ・ウニドス所属。ポジションはミッドフィールダー。CA ベルグラーノ CA ベルグラーノの下部組織に入団し、キャリアを始める。トップチームデビューは2006年8月に行われた、タイ AA、アルヘンティノス・ジュニアーズ戦であった。2007年に、 チームが一部リーグであるプリメーラディビシオンに昇格を果たす。チームは低迷したが、初のトップリーグでボラッティは最高の選手の一人であり、実際にアルゼンチンの強豪クラブである CA インデペンディエンテやイタリアセリエ A のユベントス FC が獲得に興味を示していた。FC ポルト2008年にポルトガルのビッグクラブである FC ポルトへステップアップを果たす。 出場機会は限られていたがポルトにてスーペルリーガを制し初のタイトルを得る。CA ウラカン2009年1月に出場機会を求めたボラッティは買い取りオプションのつかないローンにて CA ウラカンに移籍する。故郷のリーグに戻り、ボラッティは CA ウラカンの中盤の舵取り役として再び輝きを取り戻す。チームをリーグ2位に導き、 リーグ屈指のセンターハーフと認知されるようになった。2010年1月1日にローンの期間を終え、再びポルト所属の選手となる。フィオレンティーナ2010年1月14日に650万ユーロの遺跡金でアッコフ・フィオレンティーナと契約すると報道され、同年1月18日にフィオレンティーナが公式に獲得を発表した。 ボカ・ウニドス2016から17シーズン後半は、クラブでの出場機会を失い、翌シーズンにより、プリメーラビーナショナルの CA ボカ・ウニドスに加入する、ことが発表された。2009年8月12日に行われた、国際親善試合のロシア戦に招集され、代表戦初出場を果たす。同年10月14日には 2010FIFA ワールドカップ。 南米予選の最終戦である対ウルグアイ戦に招集される。勝ち点1差で迎えたこの試合は負ければ本戦出場を逃すという大一番であった。敵チエスタデオセンテナリオで行われた同試合でボラッティは後半79分にゴンサロイグアインと交代し出場するとわずか5分後である後半84分にインドを渡す試合唯一の決勝点を挙げた。 この得点によりアルゼンチン代表の本戦出場を決定的なものにした。大柄なセンターハーフであり、成績不振で本戦出場が危ぶまれた 2010FIFA ワールドカップの南米予選において本戦出場を決定づける印象的な得点を挙げた。FC ポルトからローンで移籍していた CA ウーラ館における成功から、 アルゼンチンのサッカー一部リーグプリメラディビシオンで2009シーズンのベストプレイヤーの一人とされ、FC、バルセロナ等のヨーロッパ中のクラブが注目したとされる。展開力に優れ、高身長であることとボールタッチの優雅さから、フェルナンドレドンドに例えられる。またボールダッシュにも優れることや、フィオレンティーナのスポーツディレクターであるパンタレオ・コルビーノが獲得した経緯から、イタリアのメディアは、 新たなフェリペメロと呼んだ、ゴール、ありがとうございます。